なかなか顔の表情は難しいです。大体このような感じで、はい、大体このような感じで描いてみました。いかがでしょうか。それではこれから仕上げに入ります。ちょっとこだわって時間がかかりましたが、それでは切り絵の輪郭の整えます。設定はツールバー右側2番目のレイヤーをタップして、今の画像を薄くしますので、ツールバー右上のスライダーの丸いボタンをタップして、そのままドラッグを押さえたまま右の方へ行って、あ、ごめんなさい、左の方へ行って 10% 前後で止めます。そして6のレイヤーを選択タップして閉じます。